本校では1942年11月27日、フランスのトゥーロン軍港で起きたフランス海軍艦艇の一斉自沈について述べる。着艇した戦艦ストラスブールと炎上する従順、コルベール、アルジェリー、ケイジュンマルセイエーズこの時期、フランス、フランス軍がどの組織のことを指すのかは政府の正当性とも絡む難しい問題ではあるが、 本校では自由フランスがほとんど出てこないため、特別な断りがない限りフィリップ・ペタンを主犯とする、ビシー政権とその軍隊のことを指すものとする。第二次世界大戦中、フランスでは1940年6月の対独降伏以後ビシー政府が名目上政党、実質的にはナチスドイツの傀儡政権として存在していたが、1942年11月、 連合軍が北アフリカに上陸すると、現地のフランス軍はほとんど抵抗せず降伏した。これを、BC 政府の裏切り、連合国側への寝返りと解釈した、ナチスドイツは対抗措置として、BC 政府管理下のフランス全土の占領を実行。その一環として、南仏トゥーロン軍港在白のフランス海軍艦隊を、接収しようとしたものである。これに対し、 接収を予期していたフランス海軍は抗議と不服従の意を示すため一部の例外を除き脱出できない艦艇は校内で全て自沈させる措置をとって対抗。岸壁まで迫ったドイツ軍の眼前で約3時間のうちに戦艦3隻、巡洋艦7隻、駆逐艦32隻、潜水艦16隻、水上規模艦1隻、小艦艇18隻が自沈した。 脱出に成功、または無傷で接収された艦艇はほとんどなく、この点でドイツ軍の意図は阻止された一方、ビシー政府もその海軍力をほぼ喪失する結果になった。も、参照1940年6月21日、フランス共和国は電撃戦の混乱から立ち直れないままナチスドイツに降伏した。6月22日、 新たに成立したペタン元水率,率いるビシー政府はドイツとの間に急戦協定を締結した。この協定の中で要点の一つに挙がったのが、この時点でほぼ無傷で残っていたフランス海軍の今後の処遇であった。協定第8条では、フランスの特定の港へ集められ武装解除されると定められていたが、この艦隊がその後どうなるかがこの時点では不明確なままだった。 フランス海軍は司令官、フランスワ・ダルラン帝督の決して軍艦をドイツには引き渡さないとの決意のもと、未成艦も含め動ける艦をすべてイギリスと北アフリカに脱出させていた。パリ会場2日前の6月12日、英仏統合会議においても、もしドイツがフランス艦隊を捕獲しようとした場合は自沈することを確認していた。ビシー政府も、 この認識を引き継いではいたが、一方で、今やドイツとイギリス、双方がフランス艦隊の接収を目論んでいるという現状も認識していた。この時点でフランスは戦争から脱落していた。確かに、パリ陥落の翌日、ロンドンからラジオで徹底抗戦を訴えた男はいたが、フランスの世論は第一次世界大戦のトラウマから沿線に傾いていた。 二十数年前の悪夢、悲惨な残豪戦と膨大な犠牲の再来を回避できるなら、たとえ屈辱的な条件の下であろうと、人々は停戦を望んだのだ。ビシー政府を率いるベルガンの英雄ペタンにとっても、それは一緒だった。この時点で、ペタンが目標としたのはドイツからの大英参戦要求の断固拒否であり、次にドイツによるフランス占領の内容を、 少しでも自国に有利なものにすることだった。ドイツの思惑が明白なこの状況下では、艦隊はその政治交渉で、彼が使える強力なカードだった。そして、ペタンは急戦協定において、フランスの局外中立、非占領地域における、ビシー政府の主権を、その艦隊をイギリスへ引き渡さないという確約の対価として、ドイツから確保することに成功するのである。一方、 今や英本土も戦場となりかねない状況の中でイギリスはフランス艦隊が無傷でドイツ軍の手に落ちるリスクを放置してはおかなかった。7月3日、イギリスはカタパルト作戦を発動し、ポーツマス、プリーマス、そしてアレクサンドリアに脱出していたフランス海軍の艦艇を接収した。さらにアルジェリアのメルセルケビールに艦隊を派遣し、在白艦隊に 味方に加わる、降伏して接収される、武装解除して無力化される、自沈する、または撃沈されるかのどれかを選ぶよう迫った。この戦いの結果フランス世論は繁栄に傾き、BC 政府はイギリスとの国交を断絶。一時は戦線布告すら検討される状況になった。9月23日、イギリス軍は西アフリカの洋行ダカールを占領しようとした。しかし、 同地のフランス軍はもはや、イギリス軍を味方とはみなさず激しく抵抗し、攻撃を撃退した。ヒトラーは予想以上のフランス軍の検討に態度を軟化させ、海軍の処遇についても条件を緩和し、一部艦艇の武装解除のみに止めて、艦隊の存続を許した。しかし一方で、北アフリカのフランス植民地が、連合国軍の手に落ちるリスクを無視できなくなったことも、今や、 明らかだった。1940年12月10日、ヒトラーはもし今後北アフリカのフランス植民地が占領されるか離反した際に、速やかに地中海沿岸の防衛体制を固めるため、ビシー政府管理地域を含め、フランス全土を占領下に置くアッティラ作戦の検討を命令した。作戦発動の際には、トゥーロンに集められているビシー政府の艦隊が、 北アフリカへ脱出するのも何らかの方法で阻止する必要があると認識されたが、この時点のドイツ軍にはそれを可能にする海軍力も空軍力もなく、作戦自体が1941年2月に無期限延期となった。しかし1941年12月、アメリカの参戦により連合国軍の北アフリカ侵攻の脅威が増したことでヒトラーは作戦の再検討を指令。 1942年5月29日、より内容を詰めたアントン作戦が策定された。同作戦では、ドイツ軍とイタリア軍が協力して、フランスの地中海沿岸部を占領、合わせて、ビシーも支配下において、主犯、ペタン以下のフランス政府を無力化することが定められていた。1942年8月10日、アントン作戦の準備は完了。 北アフリカの戦局に変化があり次第、5日で作戦開始が可能な状況になっていた。も、参照1942年11月8日、北アフリカのカサブランカ、アルジェ、オランに連合国軍が上陸した。オランとカサブランカでは、在地フランス軍との間に戦闘が発生したが、アルジェにたまたま、フランス軍総司令官兼海軍大臣にして、ペタンの後継候補と目される。 ダルラン帝徳が居合わせたこともあって、10日までに現地での停戦協定が発行した。ところが、事態はそれだけにとどまらなかった。ダルラン帝徳は、北アフリカのフランス軍が連合国軍に加わることに同意し、トゥーロンのドラボルド大将に向けて命令を発したのである。直ちに全艦隊を率いて、北アフリカの A、米軍占領の港へ急行せよ。途中、 英国艦隊の一部はフランス艦隊を護衛する予定である。至急出航せよ。しかし、艦隊は従わなかった。この状況では、相手がドイツではないだけで、敵の軍門に降ることに変わりはなかった。加えて艦隊はドイツから妨害工作として、燃料、人員の充足率を低く抑えられていたので、脱出も難しくなっていた。どちらの敵にも、 軍艦を渡さないために取れる方策は限られていた。一方、ヒトラーは北アフリカのフランス軍降伏の方を受け、アントン作戦の発動を命令した。作戦は11日に開始され、ブラスコビッツ上級大将指揮下のドイツ第一軍が大西洋沿岸をスペイン国境まで南下、同時にフェルバー大将指揮下の軍師隊フェルバーは、ビシーを吸収した。また、 イタリア第四軍が11日にコートダジュールを13日にはコルシカ島を占領した。しかしこの時点でなおドイツ、イタリア両軍にはフランス艦隊の脱出を阻止する用意ができていなかった。このため現地のドイツ軍には艦隊を刺激しないようマルセイユとトゥーロンへの進軍を控える命令が出されていた。11月11日のアントン作戦発動当初ヒトラーは トゥーロンのマルキ提督にトゥーロンを占領するつもりはないことを伝えていた。しかし16日、ドイツ海軍最高司令部より航空機による機雷投下以外に現実的なトゥーロン港封鎖の方法がないこと、そして翌17日に国防軍最高会議でトゥーロンを放置した場合、同地が連合軍の南フランス上陸の際の共闘補になる危険性が指摘されると態度を変え、 19日に同行を奇襲し、フランス艦隊を接収、または無力化するリラ作戦の実施準備を命令した。だがこの日、ドイツ海軍最高司令部が総統大本営に提出した報告書には、トゥーロンがドイツ軍に占領されて脱出が不可能な場合は、フランス艦船は自沈せよとの命令が用意されている、旨の情報が記載されていた。 もはや一国の猶予もなかったが、南仏のドイツ軍部隊はすでにアントン作戦に従事しており、新作戦参加のための移動と集結に、しばしの時間が必要だった。11月24日、ドイツ軍指揮官は27日 A400 時を作戦開始とする発起命令を受領した。兵力1万6000名、戦車200両。作戦計画概要は以下の通りだった。 戦闘団 A 第10戦車師団の一部、砲台を占領。その後は同行する、重砲兵部隊と共に、可能な限り艦隊の脱出を阻止する、戦闘団 B 第7戦車師団の一部、海軍分検隊グムプリヒ、港湾兵舎や軍艦を奇襲により接収。最重要目標は、戦艦、ストラスブールと付近の従順庸艦。 艦隊司令官や艦長を陸上に置いて拘束し、その後海軍文献隊が艦隊を接収する、戦闘団 C 第7戦車師団の一部、戦闘団 B の側面防御。陸上の兵舎を、占領戦闘団 DESS 海速連隊、ランゲマルク第1大隊、海軍司令部を占領し、マルキ司令官を拘束する、予備第7戦車師団の一部一方、フランス軍は、 アントン作戦の存在とドイツ軍の意図を察知しており、1942年6月には艦隊自陳に関する手順書が作成され、各艦に配布されていた。そして1942年11月11日、ドイツ軍が同作戦を発動し停戦協定ラインを超えると、ビシー政府のウファン海軍大臣はドラボルド司令官に対し警戒態勢に入るよう命じた。 11月14日、ラボールド司令官は自沈準備開始を加齢。15日には、ラボールド司令官とペタン、ラバル、ウファンラビシー政権幹部との間で、トゥーロンがドイツ軍に占領された場合、艦隊は自沈することが正式決定された。トゥーロンでは、自沈を想定した訓練も開始されており、11月27日朝までには、ほとんどの艦が命令から1時間以内に自沈できる。 水準に到達していた。時系列を過剰書き形式で示す。四字リラ作戦開始。ドイツ軍の核戦闘団、トゥーロンへ進撃を、開始4時30分ドイツ軍とフランス軍の間で小規模な銃撃戦が、発生4時45分戦艦、ストラスブール艦上のドラボルド司令官ドイツ軍進行の第一歩を受ける5時10分、戦闘団へサンマンドリエ半島の水上基地と、 燃料補給基地を占領。引き続き砲台の占領に向かう5時15分、戦闘団 D、法とラマル軍の海軍司令部を占領。マルキ提督を、高速5時20分、ストラスブールに、保証の憲兵より、ドイツ軍ハトバへ向かう。胸の電話が入る5時30分、戦闘団 B、軍港構内に突入。しかし在白官邸の桟橋が取り外されており、 上艦で傷5時35分ドラボルド、タンパム線と発行信号で、発進5時40分、ストラスブールより、ドイツ軍に、機関銃射撃。戦車が応戦し砲弾が、後部艦艦に、命中5時45分、ストラスブール総員体艦を、開始6時戦闘弾 BC 主力、トゥーロン軍港に、到着9時ほぼ全艦の自沈完了たった3時間強で、 1939年海戦時のフランス海軍の実に1、3に上る艦艇が自沈した。ただし人員と資材の不足で自沈の方法は一応とならず、戦艦、巡洋艦が次々と自爆する一方、それ以外の艦ではキングストン弁を開いただけのものもあった。脱出した潜水艦のうちグロリューはオランにカソビアンかマルスアンはアルジェに入港し、 連合国軍に投降した。イリスは中立国スペインのバルセロナへ入港し抑留された。自沈したが損傷の少なかった艦、自沈前にドイツ軍に制圧された艦は、その後ドイツとイタリアの領海軍で使用された。これはドイツが11月30日にトゥーロン港の管理をイタリアに委任し、これに伴い艦艇の役に、 三をイタリアに引き渡す協定が結ばれたためである。しかしイタリアは自前の艦隊を動かす燃料にもこと書く状況であり、さらに1943年9月には降伏したため多数の艦艇を割り当てられこそしたが実際に戦力化まで至った例は少ない。ドイツは1943年9月以降の イタリアからの再接種分も含めて、小型のものを中心に艦艇を運用した。しかしサルベージから運用に至る、あらゆるリソースが不足していた上に、ドイツ海軍自体大型艦の運用を取りやめる時期とも重なったため、戦艦、巡洋艦といった大型艦については、結局戦力化はできないままだった。統治作戦直後、ドイツ軍はシチリア島から増援を送り、 1942年12月までにチュニジアに防衛線を築くことに成功。同地では翌年5月まで戦いが続いた。その間、12月8日にドイツ軍はビゼルタに在泊していたフランス軍潜水艦9隻、艦艇5隻を接収。この中で水雷艇3隻は1943年4月、折から修理なったトゥーロン自鎮組の同級2隻とともに、 イタリア軍からドイツ軍に移管され、対空火器を増強されて運用され、5隻とも1944年8月までに相次いで戦没した。統治作戦以降、一時は解放後のフランスの権力の座を伺うまでの勢いを見せた。ダルラン帝徳は1942年12月24日、アルジェで暗殺された。指導者と軍港と戦力のほとんどを失った。 BC 政府の海軍は以後なし崩しに、ドコール将軍が主導権を握りつつあった自由、フランス、その参加のミュズリエ提督率いる自由フランス海軍に統合されていく。トゥーロンは、その後ドイツ軍 U ボートの基地として使用された後、1944年8月28日、連合国軍によって脱回された。 艦隊が自陳した1942年11月27日、トゥーロンに在泊していたことが確認できる艦艇を以下に記載する。上日の通り動向を脱出できたのは少数の潜水艦のみなので、所属不明に区分される一部の補助艦を除き、ここに名前が挙がっている艦はすべて沈んでいると考えてよい。大型艦については網羅しているが、 駆逐艦以下の小艦艇については漏れがある可能性が高い。フランス海軍艦艇一覧のページも参照されたい。艦名の後ろに、とあるのは自沈後ドイツ軍に、とあるのはイタリア軍に割り当てられた艦である。自沈以降の来歴が判明している艦を以下に列挙する。もちろんこれが全てではない。戦艦ストラスブール、1943年7月17日、不要。 修理されず、官報のみ砲台に転用されたが、1944年8月18日の連合国軍の空襲で、再び着艇。1944年10月再不要。ダンケルク・カンドック内でメルセルケビール海戦の損傷を修理中に自沈。その後少なくとも終戦までは修理も解体もされていない模様。プロバンス、1943年7月不要。 修理されずそのまま解体。従順アルジェリー、フォッシュ、デュープレ、コルベール、いずれも、自震時の爆破と火災による被害が大きく修理不能。その場で解体。ケージュンマルセーエズ、艦隊で、最も自震訓練の習熟度が高かった艦の一隻。一週間にわたって激しく炎上し全損。ラガルソニエール、扶養されたが、イタリアの降伏で、ドイツの手に渡り、 その後1943年11月と1944年8月の連合国軍の空襲で全損。ジャン・ドビエンヌ・ラ・ガルソニエールと同時期に付養されたが、ドックで修理中の1943年11月24日、連合国軍の空襲で全損。駆逐艦エパール、付養されたが、1944年3月11日、連合国軍の空襲で、 再び沈没。リオン、パンテール、損傷警備。1943年3月に付養されるが、修理中の9月9日に、イタリアが降伏。2隻とも、ラスペツヤで自沈。ティーグル、ほぼ無傷で接取される。イタリア降伏後、フランスに返還され1954年まで収益した。戦後まで残った、唯一のシャカル級である、バルミ、損傷警備。 しかし最終役後1945年にジェノアで自陳。トロンブ、ほぼ無傷で接収される。イタリア降伏後、自由フランスに移籍し地中海沿岸で作戦に従事。1945年にはドイツ海軍と交戦した。シロッコ損傷警備。不要後ジェノアで修理されるが、工事中にイタリアが降伏。43年10月28日。 同校の閉塞船として沈められた。ラドロは1943年4月20日不要。修理の進まないまま9月にドイツ44年8月にはフランスに接収されたが状態が悪くスクラップになった。ランスクネー1943年8月31日不要。直後にイタリアが降伏しドイツが接収。 1945年4月24日自震リ存地自時未完成。不要直後に、ドイツに接収され、トゥーロン港の延幕展開ハルクとして使用される。1944年6月25日閉塞船として、処分。フードロワイアン、1943年5月29日、不要。9月に、ドイツに接収され、1944年8月に、 トゥーロン港の水路閉塞のため沈められる。ルアルディ、不要後、ジェノアに向かう途中で、イタリアが降伏。ドイツに接取され、1945年4月24日、修理未了のままジェノアで自沈水雷艇ラバヨネーズ、最終駅後イタリアからドイツへ移管され、バリストや1942年12月に、ビゼルタで接取された、同系艦3隻と共に運用される。 バリスト、最終駅後は、ラ・バヨネーズと共に運用される。1943年11月24日、連合国軍の空襲で沈没。給油艦フィルーズ、損傷警備。ドイツ軍に接収され、フリードリケとして、最終駅。ボスポラス海峡で損傷した記録がある1943年8月には、稼働状態だった模様。ガローヌ、 1944年4月不要。しかし、同年6月、トゥーロン港閉塞のため再び沈められた。説カ艦グラディアトゥル、不要されたが1943年3月末、連合国軍の空襲で全損。潜水艦、ルドゥタブル、ガラテ、シレーヌ、ディアマン、いずれも不要されたが、1944年前半に、連合国軍の空襲で、相次いで全損。 水上規模艦コマンダンテスト、終戦後の1946年、フランス軍の手によって不要。ハルクとして使用され、1950年解体。スカパフロー沖の艦隊自陳、1919年6月21日、ベルサイユ条約の内容に抗議して、抑留中のドイツ対応艦隊が自沈した、デンマーク艦隊の自陳、1943年8月29日、 ナチスドイツの戒厳令発動と軍隊接収の動きに対抗して、デンマーク海軍の艦艇50隻中32隻が、自沈したイタリア艦隊の脱出と自陳。1943年9月9日、イタリアの単独降伏を受け、100隻以上の艦艇がマルタ島へ脱出。一方50隻近くが自沈、またはドイツ軍に接収された。ありがとうございます。